皆さんこんにちは、ホックです。ホック TV ではこれまで何度もベトナム人女性の魅力について発信してきました。なぜかというと、全日本人にベトナム人女性の素晴らしさを知ってもらいたいからです。過去動画でベトナム人女性のいいところベスト3なんかも撮っているので、もし興味がある方は見てみてください。動画のリンクは概要欄に貼っておきます。ベトナム人女性のいいところ、それは可愛い、性格がいい、親しみやすい、明るい、優しい、男の人を立てる、愛情深い、真面目、家族思い。ちょっと褒めすぎですか？でもまあ本当にそう思っているのでしょうがないですね。こんなにベトナム人女性の評価が高い私ですが、もうすぐ40歳なのに結婚できそうな気配が全くありません。ということで、今回はベトナム人彼女ができない日本人の特徴を考察していきたいと思います。ベトナム人の彼女が欲しいのにできない日本人はたくさんいるかと思いますが、今回は自分の特徴を分析すれば、ベトナム人の彼女ができない日本人の特徴がわかるので簡単です自分自身ではこれが理由で結婚できないのかもと思い当たることがありますので、それを発表していきます。それでは早速一緒に見ていきましょう。ベトナム人の彼女ができない日本人の特徴、その1、仕事しすぎ。全ての日本人がそうというわけではありませんが、やはり仕事を一番に考える日本人は多いです。その感覚はきっと多くのベトナム人は持っていないと思います。いろいろな人がいるので、もちろん人によるんですが、一般的にはベトナム人は仕事より家族を大事にしますよね。そうですよね。そうなると相手は私より仕事が大事なの？となってしまいますよね。仕事を優先することで私は愛されていないと感じてしまうわけです。私は日本人ということもあり、経済的にも相手からかなり期待されてしまうと考えています。お金を全く稼げない日本人に価値はない。そう思うと、どうしても仕事を頑張ってもっとお金を稼がないとというプレッシャーを感じて仕事ばかりしてしまいます。ベトナム人の彼女ができない日本人の特徴、その2、マメに連絡しない。ベトナム人のカップルはマメに連絡を取り合いますよね。今何してるの？ご飯食べた？今どこ？しかしそれが苦手な日本人もいます。私もそのうちの一人です。まあたまにならいいんですけど、毎日はちょっと無理です。私は好きな人ができたとしても、その人がどこで何をしているのかあまり気になりません。1日1回連絡すれば十分安心ですね。むしろ連絡がなければ、ああ忙しいんだろうなと察します。返事が1日2日来なくても待ちます。そのやり方で私は何度も失敗してきました。やっぱり連絡はまめにした方がいいようです。ベトナム人の彼女ができない日本人の特徴、その3、感情表現が下手。日本人は基本的に愛しているをあまり使いません。仲良くなれば仲良くなるほど言わなくなると思います。その昔、日本が誇る偉大な作家夏目漱石は I love you を月が綺麗ですね
と訳し、双葉亭四迷は死んでもいいわと訳したという逸話があります。いや、この話面白くないですか。夏目漱石は I love you を愛してると訳したものにこう言い切りました。日本人はそんなこと言いません。つまり日本人が直接的に愛していると言わないのは昔から受け継がれてきたもう文化のようなものなんです。もちろんそういう時代を知らない若い人たちは、まあ、愛しているをたくさん使うかもしれませんが、私からすると月が綺麗ですね、愛ゆうえんはめちゃくちゃロマンチックですよ。これ日本人なら割と理解できる感覚です。この感覚がわかる人がいたらぜひコメント欄にコメントをください。お待ちしております。それでは今日の話をまとめます。ベトナム人の彼女ができない日本人の特徴、その1、仕事しすぎ。ベトナム人の彼女ができない日本人の特徴、その2、まめに連絡しない。ベトナム人の彼女ができない日本人の特徴、その3、感情表現が下手。もちろん他にも理由はあると思います。ビンホームを持ってないだとか、顔がかっこ悪いだとか、何か他にもアドバイスがあったらぜひそれもコメント欄にお願いします。 HOKTV では日本語の勉強に役立つ動画を配信しています。私はベトナムが好きでベトナムに暮らしている日本人の一人ですので、もし応援してくれる人がいたらチャンネル登録をしてくれると嬉しいです。高評価も押してくれるとめっちゃ嬉しいです。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。またね。